バイオリンレッスン動画を見ていただきましてありがとうございますとうとう10回目のレッスンになりまして行ってきましたのでご紹介させていただきたいと思います今回わかったことは弓の力の入れ方というか圧力のかけ方なんですがこれがまたまた僕が独学でやってきたやり方と正解のやり方とでは真逆だったことが判明しましてそういうことについてお話ししたいと思います ユミには大体親指を当てるところっていうのが決まってましてこのちょっとくぼんでいるところに当てることになっているわけなんですがここでユミをつかんでますと親指の先が痛いっていうことがありましてそれを先生に聞いてみたんですそうしますと先生は「え親指なんか痛いわけないですよ」とおっしゃいました どうやって弓を持っているんですかと聞かれましてそこから話が広がっていきました1回目のレッスンの時に弓の持ち方つかみ方というのは教えていただいたんですが圧力のかけ方というところまでは聞いていませんでした僕の弓の持ち方というのはネットで見たやり方だったと思うんですが親指と人差し指小指の3本で支えて持つという持ち方なんです なんか矢印がどうのというように聞いた気がします。そしてあとは残りの中指と薬指を自然な感じで下ろしてくるという感じでした。親指で弓を引き上げる力、人差し指で弓を押し下げる力という感じで、テコみたいな感じで、指で圧力をかけて弓を押していました。人差し指で 圧力を加えながらそのまま弓を引っ張ってボーイングしてました。そして中指と薬指はただ添えてるだけで何も動いてませんでした。極めつけは小指なんですが、小指って弱くて力が入らなかったんですが、ネットで見まして、小指を強化せねばならないっていう感じで、弓を振り回せるぐらいまでトレーニングしまして、そんな無茶苦茶なことをやってました。 それを見た先生は人差し指では弓は押さないし小指なんか強化する必要ないですと言われましたそして正しくは掴むという意味では親指と中指と薬指の三本で掴むというのが正しいということでした人差し指と小指は添えているだけで人差し指の役割としたら弓が流れていかないように横から支えるぐらい でで押すということといといいいううここはなした弓の圧のかけ方なんですが薬指と中指で持って奥に回して押しやるみたいな感じで腕の腕ごとの重みを乗せて腕を上げてそれによって手首も上に上がって上からつまむような形になるっていうことでした人差し指と親指でてこの要領で指で圧力をかけるのではなくて 中指薬指に腕の重みを乗せて弓を引くということですちょっとぎこちない動きになってますがこれでやりますと弓も安定しますし音が大きい音が鳴るようになりだしました弓の持ち方というのは人の体格によっても変わりますし結構いろいろなんで強制することはできないらしいんですが難しいということでした 親指にしてもがっちり下からつかみ上げてるわけじゃなくて添えてる感じなので結果痛くならないということです弓を持つのは親指中指薬指で持つ親指人差し指小指では持たないということで小指も強化する必要もないということです人差し指についても習ったんですが人差し指は中指の方に添えるのではなくて 指,指の付け根からちょっと角度を変えて先の方に伸ばして持つということです肘を上げまして腕の重みを弓にしっかり乗せて中指と薬指に腕の重みを乗せまして指には力を入れずに弾くということですちなみにバイオリンの弓というのはコントラバスとかチェロよりも長くてバイオリン族の中では一番長いです 弓の長さというのは外国人の体格に合わせているようでどうも日本人の体格にしたら長すぎるということでしただから女の人とかでも前球とか精いっぱい腕を伸ばして弾いたりしていることがたくさんあるそうです僕が先生に毎回レッスンで新しいことを発見できましてすごく充実していますと言いますと 先生は、いや、それは最初だけですよ、と。毎週、言うたらすぐにちょちょっとできるようになってきますんで、2、3年も経ちますと、はい、OK です、みたいな感じでやることがなくなります、と言ってくださいました。ほんまかいな、と思いましたが、そうであるならば嬉しいです。10回目のレッスンの動画、見ていただきまして、ありがとうございました。 バイオリンをされていない方もたくさん見てくださっていますので、とても嬉しいです。ありがとうございます。習いに行く前は上達もなかなかままならなくてモヤモヤしていたんですが。習い始めまして、すごく楽しくなってきています。偽物と言われたバイオリンですが、今まで使ってきたバイオリンでしばらくはまだ。これで頑張っていこうと思っています。